はい、皆さんこんにちは、イーシャと申します。本日は彼女は綺麗だった第9話のお話をしていければと思っております。動画の更新が木曜日になってしまって申し訳ございませんでした。ちょっと昨日でいろいろとバタバタしておりまして動画を撮ることができませんでした。2日後になってしまいましたけれども、セミファイナルでございましたので楽しくお話ししていければと思います。本日全部で8つお話しさせていただければと思うんですけれども、まずですね、ちょっと感想を軽くお話しさせていただければと思うんですけれども、やはり今回ですね、イチャイチャとバタバタとマジかというような、話だったなというふうに、思っています。まあイチャイチャはもう皆さん周知の通りでございますけれども、ご覧になれた方は、まあ、この辺もそうでしたけれども、ここ以外だとあの豊市場の上のところだったと思いますけれども、ピクニックデートみたいな感じでね、あの最後後ろでハグするみたいな感じとか見ていてね、いやーなんかもうあんなん私がやったら通報されちゃうよぐらいな感じのですね、このなんかイケメンとね、美女のですねこの感じねえてか、もうイチャイチャがすごかったなというふうに、なんか、イチャイチャしてんだけど、見ていてムカつかないのがムカつくね。ムカつかないことがムカつくっていう、もう日本語もそれはわかんないんですけども、なんかそういった感じでちょっと非常にこう、イチャイチャが過ぎるなという形を褒め言葉として、思ったところがありました。で、バタバタですね。次、バタバタなんですけれども、バタバタに関しては、まあ、要はその、まあ、雑誌のね、一応実質的な最終号と、言われるですね、雑誌に、まあ、あまりインタビューとかを受けない著名なアーティストをですね、インタビューとして、アサインしていたんだけれども、まあ、その人物が、週刊誌にスキャンダルみたいなのが載るということでございましたので、まあ、その後の特集、ファッション誌にね、そのスキャンダラスな人を載せるわけにもいかないので、その目玉企画が、潰れてしまうという形になりました。で、その目玉企画さえあれば、雑誌にその注目が集まって、まあ、廃刊になりそうな最終号ではあるけれども、結果的に最後その売り上げが目標値を上回って、雑誌はちゃんと今後も、継続して出版できるかもっていう、ところでございましたので、まあ、そのバタバタっていうのが、描かれました。なんですけれども、そのバタバタの後をですね、まあ、そのアーティストが叶わなくなった後に、まあ、普段、完全に表に正体を出さない楠瀬凜という、まあ、作家のインタビューをじゃあ代わりにしようと。もしその作家がインタビューを受けてくれたら、楠瀬凜という人物の正体みんなが気になっているわけでございますので、もう雑誌を絶対みんな買うだろうと。だからそれをまあ最後ダメ元で、宗介はですね、まあ依頼を、かけたわけなんですけれども、まあ、ご覧になられた方はお分かりですよね。マジかという形で、まあ、言っちゃいますよ。拓也が正体だったというような形でございましたので、非常にこのイチャイチャバタバタマジかというですね、いい意味で、もうすべて褒め言葉としてドタバタ感のある、セミファイナルだったなというふうに思いました。じゃあそのセミファイナルの中、ちょっと最初まず感想をお話しさせていただきましたけれども、まあ、今回セミファイナルどういうことが起きたのかっていうのをですね、ちょっと時系列というかストーリーの展開ごとに感想を順番に述べていきたいというふうに思います。まずですね、まあ、ここですね、モストを救ったらプロポーズをするということで、いやー、絵になるね。絵になりますね。この顔、まあ、いや、今言うのやめよう。私、この顔が私だったらって言おうと思ったんですけども、言っちゃったけれども、だったらもう気持ち悪いでしょ？気持ち悪いと思うんですけれども、いや、本当になんかもう絵になるなー、絵になるし、他の動画でも言ったことあるんですけども、今ね、コロナ禍じゃないですか。だから別にコロナ禍で、カップルがね、別にご結婚されてなくてもカップルだったら別に、まあいいと思うんですよ。別にその近くにね、いるとか、マスク外してる時があっても。でも、まあなかなかね、やっぱこの外で、今外でこう明るい中で多分マスク外してハグするなんていうことも、まあ、しにくい世の中じゃないですか。やるやらないは置いといて。だからなんか、自然とその羨ましさもなんかある絵になるところだなっていうふうにちょっと思った部分っていうのがありました。で、まあなんて言うんだろうな、正直言ってまだその付き合い始めではあるじゃないですか。だけれどもやっぱり過去の絆っていうのもあるわけなので、この二人、その要はこれなんつうの、ここ数ヶ月で初めて出会ったわけではないので、なのでまあもうその仕事がうまくいったら、そのモストを救ったらプロポーズをするっていうのはですね、まあ、非常にいいプロポーズなのかなっていうふうに思いますし、まあ、二人とも今そのね、モストをちゃんと救うということを、まあ、至上命題にしているわけでございますので、まあ、一緒にそこの仕事力を合わせて頑張ろうねっていう、絆、愛情兼絆、仕事の絆っていうのも、まあ、試されるっていうか、その確認改めてし合える、まあ、宣言でありますので、それは嬉しいんじゃないかなというふうに思います。だからこれ客観的に見ると、このプロポーズ予告に関して賛否はなんかありそうなんですよ。SNS とか見ても、その、だって仕事失敗したらプロポーズ
ポーズしないわけ、そんなんなんかおかしくないみたいな、それはちょっと違くないみたいに言ってる方もいらっしゃいました。なんですけれども、とにかくこの2人は状況をちゃんとね俯瞰してみると、今同じ目標に向かっているわけです。なので同じ目標に向かっているモストを救うという、それをちゃんと達成したら、ちゃんと2人ともよし目的を達成できた、よし私たち頑張れたね、今後も頑張れるね、結婚しようっていう2人の中でのそのストーリーっていうのがちゃんと頭の中で描かれているんですよ。だからそれは絶対愛にしてみても嬉しいはずなんですね。だからこれ違う仕事をしていて、例えば全然違う仕事をしていて、俺仕事うまくいったらお前にプロポーズするわって言ったら、それ完全に一人よがりですよ。それ完全に一人よがりなんだけれども、二人とも同じ目標に向かっているので、そこは全然いいんじゃないかなというふうに私は解釈しております。はい。でリサですね、まあ、前回までで完全にもう愛とリサのわだかまりは、一応抜けまして、リサは一応ですね、ソウスケに関しては諦めるという形になりました。でリサの決意というのは、前回まではそのソウスケに、まあ、言うならば感情が振り回されてしまう、ソウスケが悪いって意味じゃないですよ、ソウスケに感情を振り回されてしまって、自分の中でよくわからなくなってちょっと暴走してしまった部分とか、愛に対して乱暴に当たってしまった部分っていうのもありました。なんですけれども、まず愛と前回泣きながら話をして、ソウスケというハードルを超えることはできたとっていう風になったら、まあじゃあまず一旦は社会人ではあるので仕事を頑張ろうという風になるんだけれども、その仕事というものも自分自身の中で振り返った時に、今ある仕事はまあレストランのね、まあオーナーというか、マネージャーか。マネージャーで、まあ、立場のある仕事をしてはいるけれども、責任ある立場の仕事をしているけれども、でも今の仕事は自分の父親の、まあ、コネみたいな形で始めた仕事では、あるよと。なので、改めてここで自分自身というもの、リサというもの、ほら、だって、ソウスケに関してもほら、一瞬、愛というふうに自分を偽っていた部分っていうのがありますので、本当のリサという私を仕事においても今後出会うであろう新しい恋においても、まあしっかりと歩み直そう、ここからまた一から歩み直そうっていう決意なので、だからかっこいいって話ありましたけれども、これすごくいいなというふうに思いましたね。なかなかできることではないと思います。やっぱり、まあ、恋に破れるっていうのはね、やっぱりこう生きていれば、皆様あると、視聴者の皆さんの中でもあるとは思うんですけれども、恋に破れた。だから、まあ、ここでまた改めて自分というものを振り返ろう。仕事も辞めて一からやり直そう。なかなかできないですよ。今、あってる自分のものをすべて言うならば、投げ打ってというか捨てて、また新たな自分になろうっていうのは、なかなかやっぱりできることではないですよね。やっぱり仕事の面って、好き嫌い、やりがいがあるないっていうのはもちろんあるし、だから皆さんの中でも転職したいと思うことあるかもですけれども、まあ、なかなか仕事を辞めるっていうのはやっぱりお金もついてきますので、なかなか難しい部分っていうのがありますよね。ですので、そこをしっかりと決意できた人間っていうのは、まあ、なかなか強いと思いますね。だからなんか、今後その、まあ、最終回でリサがどの程度描かれるか分かりませんけれども、両方をリセットするって意気込んで、うんってこのもう決意をしたリサは、もうその時点で一つの、結構私からすると理想的な人だなというふうに思います。理想的な人ってその、私が女性として好みとかじゃなくて、その人間として憧れる対象の決断っていうのをしたなというふうに思いました。まあなかなかね、私もなんかちょっと YouTube の動画でも言ったんですけど、ちょっと YouTube もっとこう広げていきたくて、まあやっぱりこう動画撮ってるのすごく楽しいんですよ。だからこれを仕事とむしろメインの仕事としたいけれども、なかなかやっぱり本業の映画メディアの編集中今もう6年やってて、なんて言うんだろうな、まあ責任感もあるし、別にその仕事嫌って1ミリも思ってないから、やめないっていうのもあるんですけど、なかなかそっちをじゃあやめて YouTube 一本で行こうみたいな決断っていうのはまあできないので、すぐにはすごくかっこいいなというふうに思いました。まあだからすぐ、じゃあ私もやめますみたいな感じで全然言うこともないですし、なんか、だからすごくそこが、素敵だなというふうに思いましたね、私としては。はい。で、インタビュー破綻からのなんですけれども、まあインタビューはそのさっき言った、著名なね、アーティストの、まあインタビューがスキャンダラスな関係で、まあ、見合わせになってしまったと。なんで、クスノセリンを使いましょうっていう、話になったわけでございますけれども、いやー、いいシーンでしたね。このシーンめちゃめちゃ良かったですね。まあ、はじめまして、クスノセリンです。っていう風になってですね。まあ、そこで終わったので、二人の会話っていうのはもちろんこの後にね、来週最終回で描かれるわけでございますけれども、いや、非常に、面白い展開だったなという風に思いました。でですね、この、まあ、要は、タクヤ、が、まあ、要はその同じね、編集部の中にいる、その、男性が、実は、ま、著名な、
正体を明かしていない作家だったっていうのは、これは韓国版の元々の原作の、まあ、ドラマである彼女は綺麗だったでも同じような展開っていうのが、あります。ですのでそこは踏襲されている形にはなるんですけれども、まあ、いかんせんその楠瀬凜っていうのがあんまりその今まで伏線として張り巡らされてきていないというのは事実なんですね。まあ、振り返ってみるとここ数話じゃなくてちゃんと前半の方でもたまに名前は出てるんですよ。好きな作家としてみたいな感じで、宗介がみたいな感じで名前出てはいるんですけれども、あんまり目立ってこなかったので、なんか、まあ、欲を言っちゃうとね、よくあんまりタラレバの話するのも良くないですけれども、なんていうの、毎回会話に楠瀬凜がちょこっとずつ出てくるとか、楠瀬凜の新作読んだみたいな感じで、でその拓也は要は樋口さんは読みましたみたいな感じのシーンとかがちょっとでもあれば、X のセリンお前だったのっていうその衝撃がより多分高くなったので、そこはねちょっとね弱かったなというふうに思います。まあ私その原作の方知ってたのであれですけれども、まあ、SNS 見るとなんか唐突すぎないみたいなコメントとかもちょいちょい見受けられますので、まあその辺はなのでちょっと今回の輪の中でクスのセリンっていうの今までも出てきたけれども、あんま伏線として記憶視聴者が記憶に残るほどではなかったので、今回として出てきちゃったっていうような考えの方もいらっしゃったようなので、まあ確かにそこちょっと唐突感では否めなかったなと。ただもう何にせよ要は正体を明かさなかった作家が彼でしたと、同僚でしたというまあ部下でしたという形でございましたので、まあ、しかも元々のね恋敵でございましたので、まあ、衝撃の展開というような形になったわけでございます。はい。で最後になるのならっていうので、ここすごくですね個人的には良、かったです。どういうことかというと、まあそのまあ楠瀬凜の、インタビューができるっていう今回の、第9話の、まあ、最後の、部分になる前に、まあ、その著名なアーティストのインタビューが潰れてしまったので、もうこのモストをまあ、多分廃刊になってしまうだろうっていう風に宗介は一瞬思ったと思うんですね。なのでってなった時に宗介が皆さんの思うように皆さんの好きなようにやってくださいという風に言いました。でそれって投げやりに見えるんだけれども、そうではなくて、まあ、この編集部に今までやってきたある意味集大成というか、最後に編集部の皆様が自分らしく表現をして読者の皆様に感謝の気持ちをも紡いでお届けするという、まあ、ある種気持ちを一番込めてほしいと思ったからこそ多分そういうことを言ったというふうな形で私は解釈しているんですね。なのでそれって今回まあちょっとその廃刊が決定的だからこそ、まあ、それをやったわけなんですけれども、やっぱりその自分らしくっていうのはまず仕事ってやっぱりねそのほら対クライアントとか、取引先お客様いるので1から100まで個々人の社員っていうのが自分らしさを出すっていうのはなかなか難しい、マニュアルにねがっちり、こう制限されているようなお仕事もあるかもですけれども、まあ、その中で自分を出せることってのは多分幸せなことなので、今回のその、ところはすごく良かったなというふうに思いました。まあ私の仕事なんかはすごくその恵まれていて、 YouTube はもう私個人ね誰にもしがらみないですから、所属事務所もないのでもう自由に自分勝手にできるわけですよ。なのでこれはもう自分らしくできるのですごくまあありがたい場ですよ。まあ視聴者の皆さんもいるので続けてられるということでありがたい場なわけですよ。で本業の映画メディアの編集長もやってるんですけれども、そっち側はまあウェブメディアなので、で映画というエンターテインメントを扱ってる以上を変にマニュアル化するよりも個々のライターの個性であるとか熱量があるに越したことはないと思ってるんで、私なのでメディアのライターの皆さんにこの最後ではないけれども自分らしく好きなようにっていうのを常々言っているんですね。なのでメディアのウィークポイントとして、そのトンマナが合ってない、トーンとマナ、要はそのテイストがね記事によって全然違うみたいなことをたまに苦言呈されることもあるんですけれども、だからこそどの記事も熱量が込められているっていう長所にもなっておりますので、すごくなので今回のこの宗介の言葉っていうのは、共感する部分っていうのがございました。はい。そして会長の息子お前かってことで副社長になったのまさかのってことで、ここはもうただただ笑えるシーンでございました。なんですけれども、もともと編集部にいた人間が副社長になったわけでございますので、さあこれがじゃあ来週この今廃刊期にある状況がどうなるのってところはですね、当然来週描かれていくことになるんじゃないかなというふうに思います。で楠瀬凜に関してはまあ拓也だったわけなんですけれども、いろいろとですね、まあ来週描かれることでこの後あらすじではちゃんと話すんですけれども、正体を明かしていない、人間が私が本物ですみたいな感じで、出てくるってことは、一つや二つじゃなくて様々な影響が多分、出ると思うんですよ。で例えばちょっと今ね、なんて言うんだろうな、絶妙な例が思い浮かばないんですけど、作家だとバンクシーとかって
あの顔出てないじゃないですか、あの正体分かってないじゃないですか。なのでそういった形の人間が、はい私ですっていう風になると、まず顔がバレるので、しかも著名な作家ですので、まあ、通常の生活ができなくなる。言うならば芸能人みたいな有名人なので、街を歩けば、あの人ってっていう風になるわけですよ。カフェで一人で言っても、あの人ってってなるわけですよ。で、著名人になるので、週刊誌とかにも追われるリスクがあるので、そういった意味で自由が効かなくなる。これが1点目です。そして、今まで謎をめいていたからこそ、ファンだったっていう人は多分いると思うんですよ。これ恋愛漫画家っていうね、全クールでやってた、ドラマもそうですけれども、なので、楠瀬凜は私ですってなった時に、形がないからこそ魅力的だった、ミステリアスだった楠瀬凜が、バンとその実在する人物としてのイメージに変わってしまうので、イメージが変わったことによって、元々のファンだった読者が楽しめなくなることもある。もちろん本当のね、本質的に文学が好きな人だったら、その作家が分かろうが分からなかろうが文章を読むんだろうけれども、世の中はほら、軽くファンな人もいますので、ふわっとしたイメージと違って、イメージと違うというふうになればですね、そりゃそうなりますし、まあ、例えば男性、女性とかね、まあ、ちょっとジェンダーの話するのもあれですけれども、まあ、女性だと思っていたら男性だったみたいな感じだと、またやっぱりイメージ変わりますので、そういった目でもやっぱりリスクすごく出ますよね。で、しかもその、編集部として仕事をしているということもありますので、まあ、それゆえに、いろんな影響が出るので、その辺が来週結構だから命題というか主題というか、メインとしてですね、本当に名前出しちゃっていいのっていうので、宗助がむしろ宗助がそのなんていうの影響があまりに及んでしまうからやめた方がいいんじゃないかってことで迷うというような感じに話が、なりそうでございます。ですね、私の友人にゴーストの音楽家がいるんですよ。作曲家が問題がないレベルだと思うんですけれども、要は作曲家の名前が出ていない時とかで、ゴーストで作曲を提供していたりっていう友人がいるんですけれども、もちろん誰の何とか言いませんよ。言わないですけれども。で、その方が面白いのが、音楽がどうこうじゃなくて、普段は普通にウェブ業界のウェブ会社の社員さんなんですよ。で、副業で作曲家をゴーストでやっているって方で、で、その方に言わせると、じゃ音楽の仕事をメインでやりながら副業でゴーストとかやった方がいいんじゃないの、その方が音楽好きなら音楽の仕事をずっとできるじゃんっていう風に言ったら、全然違う仕事をしていろんな世界を見るからこそ作曲にそれが活かせるっていう風に言っていたんですよ。普通に友達なんですけど、なるほどなと思っていて、なのでそれかどうかわからないですけれども、タクヤもこの編集部としてファッションであるとか様々なもの、取材をしたりとか取材相手を見たりとか、そういった世界を見ることによって、それがその作家としての着想につながる。別にそれをそのまま参考にする必要もないわけですよ。全然違うところで頭が刺激を受ければ、また全く新しいものが生まれてくるっていうようなことがですね、私その自分の友人の話とちょっと照らし合わせられる部分っていうのがあったので、わかるわかるっていうふうにちょっと思った次第でございます。という感じで、一応話を整理すると、前回、第8話までは資格関係どうなんのって話でしたけれども、今回はもうがっつりと愛と宗助は結ばれて、もう目も当てられないくらいラブラブになっているという感じでございますよと。で、リサはもう、リサはもう今回最後でもいいぐらい、自分で決意をしっかり固めて、恋愛もゼロから、1からスタートする。仕事もお父さんの、コネがあったので、それを断ち切って、また1から挑戦するっていう、形で勇気を振り絞ったので、良かったなと思ったと。で、拓也に関しては、実は作家の一面がありましたよってことでございましたので、完全に次元が変わった話でございます。そしてとにかく雑誌が今最終号になりそうなものが、制作中でございますので、それがどうなるの、そしてそれの結末が出た上で、雑誌の結末、廃刊になるか継続になるかっていうのが分かった上で、はい、じゃあ、宗助と愛どうなるの、拓也の今後はどうなるの、リサはどこに、向かうのかというところがですね、来週になるんじゃないかなという感じでございます。はい、じゃあその来週なんですけども、来週面白そうですよ。ちょっと見ていきますね。まず、取材交渉を続けてきた謎の作家クソのセリの正体は拓也だったよと。で、にわかには信じられず言葉を失う宗助と。で、樋口、拓也ですね。拓也はモストを救いたいとインタビュー原稿を手渡す、つまり、自分の正体を明かすことを決意しましたと。なんですけれども、宗助は、記事を掲載すれば話題になることは間違いないけれども、しかし正体が明らかになった、拓也の生活は一変するよと。なので悩んだ末に宗助は、掲載を見送ることを決めました。やっぱりね、その部下としてね、生活を、一変してさせてしまうっていうのは上司としてはやっぱり
一歩踏み込めなかったんじゃないかなというふうに思いますよと。はい。一方、愛のもとには絵本作家、千景から仕事再開という嬉しい知らせが来ますよと。で、さらにここ、まあアトリエですね。アトリエで一緒に働かないと誘われて胸がときめく愛と。絵本作家になることが幼い頃からの夢だった愛は早速宗介に報告するが、てんてんてんと。はい。で、まあこの、まあ彼女は綺麗だった。第1話から小さな嘘から始まった愛と宗介の初恋の行方はさあどうなるという感じで、これだけでも十分楽しそうというか、まあ最終回の着地が気になる部分なんですけれども、なんと一部生放送でやるというふうに、言っております。これ非常に楽しみですね。まあ、一部生放送でやっているドラマって今までにもあって、ちょっとタイトル忘れてたらラストコップだっけ、唐沢寿明さんと、久保田正孝さんの、刑事物の、あの警察官の話で、で、それの、深夜ドラマかフールかなんかでやっていたものが最初なんですけれども、まあ、それをそのドラマ、テレビ放送で、やる際に、最終回ちょっと生放送にしたんですけれども、完全にコントみたいになっちゃっていて、要はなんつうと、放送芝居しながら笑っちゃったりとかあって、それはそれで面白かったんですけれども、今回このドラマは、やっぱりそのラブコメでありますし、二人の展開がどうなるのってところが気になるので、この生放送が、ぜひ真面目な感じで使われたら嬉しいなというふうに思います。まあ、もしくはそのほら、宗介ちょっちょいおちょこちょいな部分があるので、そういったそのエッセンスとして、使われるのがいいなと思います。とにかく私として、まあ最終回、まあ僭越ながら望んでいるものを述べさせていただくと、しっかりとやっぱりモストがどうなるのかっていう着地点を、描いてほしい。その上で、愛と宗介どうなるのと、で拓也はどうなるので、リサは、ちゃんとポジティブな未来が、用意されているのか、今回もほぼほぼ終わったとは思いますけれども、ぜひその後もちょこっとですねポジティブな部分を描いてくれたらスッキリするなというふうに思う次第でございます。はい、以上になります。ですので来週最終回ということでございますので、来週も、楽しくお話ししていければと思います。はい、本日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。